ジムのマインクラフトパート196。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。本日はですね、久しぶりに前回の動画にいただいたコメントご質問にお答えしてまいりますが、マインクラフトにおいては引き続き食料の確保に向けて、とりあえず小麦畑を拡大してまいります。まあ、この小麦、今ですね、まあ、現実世界においてはならずもの国家のロシアのですね、ウクライナ侵攻などが原因で価格が高騰してしまったりしておりますが、その影響で米の消費量が増えているのか、米もですね、一部において品薄になっているようでございますけども、まあ、もうそろそろですね、というかもう出回り始めておりますが、早めに収穫できるお米がもう収穫されてですね、出回り始めておりますので、伝統の米不足は解消される見込みとなっております。では前回の動画にいただいたコメントご質問にお答えしてまいりますと、まずメンバーシップの特典って短い蓮舫さんの歌なんですかとご質問いただいておりますが、現時点ではその動画のみとなってしまっておりますけども、今後ですね、私のネット環境、インターネット回線の環境が改善する見通しとなりましたので、増やしていく予定です。さまざまなジャンルの動画の投稿ですとか、あと、現時点では9月から予定しておりますけども、まあ、これまでですね、個々の動画でニュースを扱っておりましたが、その個々の動画を一つにまとめた、まあ、1日の今日の話題みたいな形でですね、動画を、まあ、簡単につなげてメンバーシップ特典として公開しようかなと思っておりますので、まあ、今後特典の動画はどんどんとですね、まあ、増えていく予定です。まあ、こんなとこでしょうか。さらに京都国産に関してでございますが、素直に優勝おめでとうじゃダメなんですかとご質問いただいておりますけども、そうですね、まず、動画を作成いたしましたが、私自身といたしましては生徒、まあ、選手の皆様に関しては褒めたつもりでございました。まあ、この京都国際、練習設備も整っておらず、また偏差値も低い学校で、まあ、優勝しており、まあ、選手や監督などの関係者の皆様、まあ、素直にですね、すごいと思っております。また、まあ、効果がですね、韓国語かどうかというのは、まあ、どうでもよくてですね、その歌詞に問題があると指摘をいたしました。この京都国際のホームページに記載されている歌詞では、まあ、東海と間違った名称がですね、明記されてしまっており、まあ、そういった、まあ、東海という表記に問題があることを京都国際側が認識しているようで、甲子園側にですね、まあ、NHK に出した歌詞でしたかね、まあ、そちらが東海ではなくて東の海と言い換えられた形になっておりましたので、まあ、京都国際側もこの日本海同行、まあ、東海同行の正式な問題名としては、日本海故障問題ですかね、に関しては自ら効果に、まあ、効果の歌詞にですね、問題があることを事実上認めた形になっております。また京都国際が京都朝鮮中学校が前身であるというのは事実であり、まあ、そういった事実を毎日新聞などですらですね、報じているという事実もございますので、まあ、私が公開した動画に関しては、まあ、特にですね、まあ、事実を指摘したのみで問題はなかったのではないかと思っております。こんなところでしょうか。さらに自民党の総裁選に関してでございますが、そうですね、前回の動画、前回のこのマインクラフトの動画か別のニュース動画かちょっと忘れてしまいましたが、まあ、多分ですね、小泉進次郎議員がですね、総理総裁となるのが、自民党の国会議員の皆様からいたしますと無難なのかなと思われます。まあ、国民の利益、国益からしてもですね、おかしな野党が政権を取ったり、まあ、国会で
まあ、与党側の力がですね、まあ、弱くなるよりかは今の与党が、まあ、力を持っていた方が、まあ、無難だとは思われますので、なんとなく変わった感のある、まあ、小泉進次郎議員を、まあ、総理総裁として直ちに、まあ、解散総選挙を行い、国民の信任を得て小泉議員をですねバックアップできるような、まあ、有能な人材を周りに揃えて、自民党として、まあ、この内憂外患の、まあ、日本を、まあ、なんとか守っていくといった体制を、まあ、整えた方がいいのかなと思われます。まあ、あとはそうですね、まあ、おかしな野党やマスコミ的には、まあ、なんと言えばいいんでしょうか、あの少々口の軽い高市大臣が総理総裁となった方が、まあ、盛り上がるのではないかと思われますので、まあ、そのあたりですね、野党側などは高市大臣の、まあ、高市総裁の誕生を、まあ、内心ですね期待してるんじゃないかと思っております。その高市大臣の、まあ、その軽口の部分と比べますと、小泉議員は、まあ、これまでですね、まあ、自己主張されたことがほとんどなく、まあ、欧米的な無難で言質を取られない発言ばかりとなっており、まあ、この発言が、まあ、しっかりと考えられた上でなされているのか、まあ、能力不足で周りの方の発言というか説明を理解できずにですね、結果的にそうなってしまっているのか、ちょっと判断しかねる部分もございますけども、まあ国会においてさまざまな話題を提供してくれるであろう高市大臣か、まあ無難そうな小泉議員かといったところですかね。まあ、石破さんや河野大臣は自民党内においてちょっと致命的にですね、あの人気がございませんので、総理総裁にはなれないものと思われます。石破さんに関しては、昨日くらいでしたかね、もう5回目の総裁選出馬立候補になるからもうこれで最後だみたいな主張をなされておられましたが、まあ、石破さんもですね、あの日々の活動を見ておりますと、まあ、別にそこまでですね、自民党内においてなんかすごい左に偏っているような活動は、まあ、実際にはされていないという、まあ、事実もありまして、ちょっとイメージが先行しているというか、まあ、マスコミの扱い方に関しても、まあ、この G の声もですね反省しなければいけないところはございますが、影響もあるのかなと、まあ、素直に感じておりますけども、総理総裁としてはですね、まあ、的確ではないとは思われますので、まあ、自民党の国会議員の皆様や党員党友の皆様、まあ、多分ですね選ばれないんじゃないかと思われます。さらにですね、マイクラの動画で質問しても答えてくれる感じがないとコメントいただいておりますが、まあ、基本的に YouTube 側が不適切だと判断して自動的に表示するような内容で なければですね、答えてるつもりでございますけども、まあ、またあのそもそも、まあ、動画の冒頭で、まあ、本日は時間がないためお答えできませんと、まあ、説明しているような場合はお答えのしようがないという場合もございますが、まあひどい内容ですとですね、まあ、どうしてもその、まあ、どう表現すればいいんでしょうか、まあ、メンバーするような回答になる恐れもございますので、まあ、あえて目に入っても対応しないと、まあ、大人の対応するといった場合もございますので、何かですね、まあ、コメントご質問をされる場合は、さらにそのコメントにご質問に、まあ、回答が必要
とされる場合にはですね、まあ、最低限社会的な、まあ、一般常識、まあ、社会の常識を守る形で対応いただければこちらも、まあ、誠心誠意ですねお答えいたしますので、まあ、その点をですね守っていただければ特に問題は生じないんじゃないかと思われます。こんなところでしょうか。最後に高橋陽一さんに関してでございますが、言論人として、いわゆる打率ですかねが落ちたと思いますかとご質問いただいておりますけども、まあ、打率と言いますと昨日の深夜くらいですかね、あの大谷選手が史上最速でホームランの記録を打ち立てたと話題になっておりましたが、まあ、高橋さんのそのホームランというか打率に関しては、まあ、正直その取り巻きが良くないなというのが、まあ、自由の声としての感想でございます。まあ、一応自由の声といたしましては高橋さんをですね情報収集の 対象とはしておりますけども、まあ多分高橋さんですね、まあ人がいいので周りの方に合わせた、まあ配慮された発言をなされている結果、そうですね、まあその専門家としての主張に関して、まあ、ケチがつくような事態に、まあ、陥ってしまっているのかなと私は感じております。まあ、先日も、どこでしたかね、なんかインターネット番組において、まあ、多分高橋さんが発言された内容ではございませんが、その高橋さんの、共演者でしたかねが、なんか高橋さんに自民党の総裁候補が電話しないならもう財務省の犬だみたいな暴言を吐いたと一部で話題になっておりましたが、まあ、そういった取り巻きのような存在と、まあ、お付き合いがあるといった状況がまあ続いてしまいますと、まあ、なかなかですね高橋さんのまあ持ち味というか能力がですね、まあ、十二分に発揮できないという状況が、まあ、続いてしまうのかなとも思っております。まあ、こんなところでしょうか。まあそうですね、まあ、ちょっと話はそれますけども、あのあたりのメンツに関しては何と言えばいいんですかね、本当に人間というのは完璧な存在ではございませんので、まあ、何かやらかしてしまった場合は、まあ、とりあえず素直に謝罪すればですね日本人の国民性といたしましては、まあ、大抵、まあ、許されるというか受け入れていただけませんので、まあなんかデマとかですね陰謀論的なものを流してしまってもとりあえず撤回して謝罪すればいいのに、まあ、そういった対応ができず、まあ、その高橋さんの取り巻きのような存在の皆様ですね、まあ、これまでにも何と言えばいいんでしょうか、その決別的な事件がまあ何度か発生していた印象がございますが、まあ、本当にそういった点がですねもったいないというか、まあ、最近は単なる言論人ではなくてですね、まあ、政治的な活動ということで、まあ、批判のための批判といったもうおかしな野党張りの動きもですね出てきてしまっておりまして、まあな正直なんだかなと思いつつ見ておりますが、まあ、一応公益性公共性のある内容であれば自由の声でもですね扱うようにしておりますけども、まあその人付き合いをする対象ですかね、まあそのいろんなしがらみがございますが、まあ私もまあ、そういうのがめんどくさいと思っておりますので、この自由の声、まあ、基本的に一匹狼でやっておりますが、まあ現実世界においてもですね、まあいろいろとございますけども、まあ皆様もそのまあお付き合いする人間というものはですね、まあ慎重に選んでいただき、ちょっと問題がありそうだなと感じた時点で、
まあ、直ちに関係を解消するなどしてですね、ご自身を守っていただければなと思います。ちょっと話がずれてしまいましたが、今回はこれくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。